一緒にいて一番安心できる人がそばにいて、私は隣でその人のことを見守っている。そんな小さな幸せなんてね。一緒に試験勉強してたんだけど疲れちゃって、ちょっと息抜きにさえの小説読み返してるの。さえったら集中してるから気づいてないみたい。陽だまりメモリー、デイドリームビリーバーズ。12月のある日、塾に向かう道すがら、僕たちは失敗について考えていた。僕はカズト、通称ワト。友人はサダアキ、通称サダという。共に高校3年生で同じ塾に通っている。失敗とは？サダは検索結果をそのまま読み上げた。物事をやり損なうこと、方法や目的を誤って良い結果が得られないこと、しくじること。つまり物事が様々な理由によって成就されなかった、うまくいかなかった状態のことを言う。そしてこの失敗という言葉には様々な感情がつきまとう。すなわち恐れ、恥、悲しみ、怒り、悔しさ、落胆、時には笑いまで。逆に成功について考えてみよう。サダは再び検索結果を読み上げた。物事を目的通りに成し遂げること。実にシンプルじゃないか。やり損なったり良い結果が得られなかったりしくじったりと、さまざまなバリエーションがありうる失敗に比べて、成功は目的を達成したというただその一点に絞られる。だから一つの成功の陰には99の失敗があるんだ。つまり人間は放っておくと失敗するようにできているのさ。それはトートロジーだろ。僕は来た来たと思いながら頭の中で反論を準備する。僕たちはこうして議論のための議論をしているのが好きだった。それは受験生活の味気なさから逃れ、少しでも軽やかに日々を過ごすためのささやかな抵抗だったのかもしれない。異論があるなら聞こう、とサダ。成功と失敗は対義語だから二つに一つだろ。乗るか反るか、当たりか外れか、一か八か。だから実際には一つの失敗と一つの成功しかないんだ。99の失敗の心配をするのは無駄じゃないか。要するに君は当たるも八卦、当たらぬも八卦と言いたいんだな。サダは笑い出した。努力の立場はどうなる？世の中には努力だけではどうにもならないこともある、と僕。君がどんなに努力したところでその気のない女の子を振り向かせることはできないんだ。その言葉はそっくりそのまま君に返すよ、とサダ。不毛な努力をしてるのは君も同じだろ。なんでシグマの定義なんか持ち出すんだよ。せっかくミハルと話せるいいチャンスだったのに。あいにくそれしか思いつかなかったんだ、と僕。女の子に一体何を話せばいいんだ？今日はいい天気だねとか、昼飯に何を食べたとか。会話が3秒で終わっちゃうじゃないか。今日はいい天気ですね、はい。お昼ご飯は何食べたの？A 定食です。わーと、3秒の会話を10回すればいいんだよ。それで30秒稼げる計算になる。そんなアンケートみたいな会話は嫌だ。だいたい30秒で何ができるって言うんだ？わかった、最初から考え直そう。僕はサダ、僕の親友にして同級生であるサダアキに姿勢を正して向き直った。失敗とは何か、成功とは何なのか。ミハルとナナはどうしてあんなにいつも一緒にいてキャーキャー笑ったり喋ったりしているのか。女の子とはそもそも一体何を考え何を感じている生物なのか。未知の領域と神秘に挑むにあたって僕たちは何をなすべきか。装備は？計画は？攻略手順は？
僕らは小一時間の真剣な討議の結果、努力とは最後の 1% が無駄に終わっても夢を見続けられる能力のことであるという結論に達した。もはや成功か失敗かというさまつなことは明後日の彼方に消えていた。お、なんか面白いことあった？あ、ごめん邪魔しちゃった、ごめんね。それより何笑ってたの？なんでもないの、本当にごめんね。隠さなくてもいいじゃん。隠してるわけじゃないんだけど。あ、それ月刊キララ？さえの小説読み返してたの。うわー、隣で読んでたの？だから言わなかったのに。いや、隣で読まれてて恥ずかしいのもあるんだけど、それ去年書いたデイドリームビリーバーズでしょ？自分の中ではそれもっと長編で書けばよかったって気持ちがあって、今でも時々思いつくとメモ作ったりしてるんだよね。あ、ちょっとわかるかも。私ももっと長いので読みたいな。編集さんは長編書かせてくれないの？少しずつ材料集めたり書き溜めていてくださいって。今のところは予定ないんだよね。もう一つ短編書いてくださいとは言われてるけど。本当？また新作が読めるのね。受験終わったらだけどね。頑張らなくちゃ。サダ君とワト君みたいに最後の 1% が無駄に終わってもなんて言ってられないもの。だよね。自分で書いた小説だけど、こいつら気楽でいいなって思ったりするよ。同じ高校3年生だけど。もうどっちか受験に失敗することにしちゃおうかな。ダメ、かわいそうじゃない。私サダ君もワト君もお気に入りなんだから。ありがとう。なんかヒロに言われると怖いな。だって私サヤの小説のファン1号なんだもの。ね、ちょっと休憩してお茶にしない？うん。ありがとう。いつもと香りが違うね。紅茶変えたの？わかる？この前ダダマートに行ったら新しいのが入ってて、飲んだことなかったから買ってみたの。いい香り。ぶどうみたいな。甘いけどちょっと爽やかで。ピンポン、マスカットフレーバーだって。へえ。やっぱり女子ってこういうのすぐ気づくわよね。男の人って割と鈍感じゃない？実家でもよく紅茶飲んでたけど、お父さんそういうの一度も気づいたことなかったもの。へえ。まあ個人によって違いはあるかもだけど、一般的には男性は女性ほど細かいことを気にしない傾向があるっていうよね。やっぱりそうなんだ。例えば？彼女が髪型変えても気づかないとかいう話あるじゃない？ああ、よく聞くわね。それで喧嘩になったりするのよね。私のことをちゃんと見てないのねって。そうそう。でもそれって単純に敏感鈍感って話じゃなくて、男性脳と女性脳は得意分野が違うらしいよ。よく地図を見るのに女性は自分の行く方向に回さないと読めないとか言うじゃない。男性の方が空間認知能力や論理的な思考に優れているらしいね。女性は共感能力に優れていて、相手の気持ちを思いやったり、一度にいろんなことに注意を払ったりできるんだって。へぇー。料理しながらテレビ見て、さらに電話で話しながらメモを取るとかね。男性から見ると驚異的らしいよ。え？それって普通じゃない？本当に？さすがに私もそこまでできないよ。やっぱりヒロの方が女の子レベル高いんだね。じゃあサエはその分男の子レベルが高いのかしら。だから男の子の気持ちも書けるのね。そうかな。ごちそうさま。外暗くなってきちゃったね。さ、あともう一頑張りしよっか。
こうして二人で勉強してると、なんだかずっと前からこうしてきたような気がする。不思議だな。3年前はお互い全然知らなかったのに。この構文なんだっけ。ああ、もっとちゃんと勉強しとけばよかったわ。ヒロも同じように感じてるかな。もしかしてヒロもちょうど今同じこと考えてたりなんて。そんなわけないか。サエはいいな、頭良くて。勉強で困ったことなんてないんだろうな。困った、お腹空いてきた。でもヒロ勉強に集中してるみたいだし。お腹空いたな。でもサエ集中してるみたいだし。ねえ、あ、ごめん、何？ううん、サエからお先にどうぞ。あ、私のは何でもないから。ヒロは？そう？私のも大したことじゃないの。サエは何でもできていいな、とか。え？なんで？そんなことないよ。私、ヒロが簡単にできることが全然できなかったりするし。私にできること？例えば料理とか。お料理？サエだってできるじゃない。でもあんまり性格的に向いてないのかなって思うよ。いろいろやることあると作るの面倒になっちゃって、もうすぐ食べられるものでいいやって。そうね。でもレトルトカレーとか即席ラーメンでも一手間加えればぐっと美味しくなるし、栄養も良くなるから、ちょっとだけ頑張ってみれば。サエ、もしかしてさっきお腹空いたって言おうとしたの？うん。もう早く行ってくれればいいのに。だって邪魔しちゃ悪いと思って。私も同じこと思ってたの。タイミングぴったり一緒。うん。ちょっと待ってね。うちは即席物あんまりないから冷蔵庫見てくる。お待たせ。ありがとう。ってこれ何？冷蔵庫に何もなくて、ツナ缶と残ってたセロリの葉っぱのチャーハンなの。え、セロリ？セロリってサラダで食べるものだと思ってた。普通はそうなんだけど、色合いが綺麗だから細かく刻んでツナと合わせてパラッと炒めたら美味しいかなって。へー、おいしい。香りがふわっと立てて爽やかな感じだけどコクがあって。あ、わかった。ちょっとパクチーっぽい。ほんと？私も食べてみるわね。うん、ほんとおいしい。もしかしてピーナッツも入ってる？あ、わかっちゃった。実はおやつの残りなの。ちょっと刻んで入れると食感の良さとコクが出るの。へえ、ヒロってどこからそういうの思いつくの？お母さんがお料理上手だったから、それを思い出してみたり、テレビのお料理番組とか、スーパーに置いてあるレシピの紙だったりとか、いろいろよ。そっか。うん、これすごく美味しいよ。ユノたちにも食べさせてあげたいな。ほんと？嬉しい。じゃあ今度何かでセロリ買った時にね。葉っぱだけでは売ってないから。そうだね。はあ、食べた食べた、お腹いっぱい。ごちそうさま。どういたしまして。ちょっとだけ横になっていい？なんか急に眠くなってきちゃった。いいわよ。じゃあ私片付けてくるわね。
後片付け終わり。さえ？さえ？寝ちゃった？すっかり寝てる。疲れてたのね。しばらく寝かせてあげましょう。その間に私は英語の続きやろうと思ったけど、なんだか気が抜けちゃった。ちょっとだけさえのそばでまったりしよっと。こうしてみるとさえって美形よね。小顔だし、手足長いし、スラッとしてて羨ましい。美少年みたいにも見えるわよね。なんて本人に言ったら怒られちゃいそうだけど、ちょっと理屈っぽいところや何かに夢中になると細かいこと抜けちゃったりするところがあって、デイドリームビリーバーズのサダくんとワトくんを足して2で割った感じ。私は登場人物で言うと誰かしら。ちょっと弱気で女の子らしいナナちゃん？それともボーイッシュで元気なミハルちゃん？ううん、どっちでもない気がする。きっとこれから出会う誰か。あれ？私どのくらい寝てた？おはようさえ、もう朝よ。えー、嘘。15分くらいかな、寝てたの。ごめんごめん、寝てる場合じゃないよね。なんで寝ちゃったんだろう。すっごい幸せそうな顔してたわよ。見てたの？見えたの、同じ部屋にいるんだもの。メール？ユノさんだわ。今駅に着きました、何か買い物ありますか？だって。ああ、みんなで画材屋さんに行ってたんだっけ？そうそう。駅まで迎えに行かない？少し体を動かした方が眠気が覚めると思うんだ。いいわね。じゃあすぐ支度するわね。うん、私も支度してくる。ヒロ、お待たせ。あ、携帯忘れた。ちょっと待ってて。ほ、もう。ごめんごめん、寒いとこ待たせちゃって。じゃあ行こうか。ほらほら、ボートのボタンちゃんと止めて。もう忘れ物ない？と思う。うわ、寒い。眠気覚めた。小暮らしも勉強頑張れって言ってるのかもね。そんなに力いっぱい応援してくれなくてもいいのに。私もさっきちょっと眠かったけど、眠気覚めちゃった。帰ったら熱々のココアでも入れるわね。うん、ありがとう。